メイトパルロブは、クロアチア出身のプロボクサー。元 WBC 世界ライトヘビー級王者。共産圏発の世界王者。スプリト生まれ。1972年ミュンヘンオリンピックのライトヘビー級金メダリスト。1975年5月31日、プロデビュー。デビュー戦以来いきなり12連勝を飾る。13戦目で、後の世界王者。 マシューサードムハマドに判定で敗れ初黒星を喫したが、1976年7月10日、ドメニコ・アディノルフィオ11回で、故、欧州ライトヘビー級王座を獲得した。同タイトルを3度防衛したのを含めてその後も、連勝を続け、1978年1月7日、ミラノで、ミゲル・アンヘル・クエリオ、左ストレート一撃で、故、WBC 世界ライトヘビー級王者となる。 同年6月17日、元 WBC 世界王者ジョンコンテを判定で、下して初防衛に成功したが、6ヶ月後の12月2日、マービン・ジョンソンに10回デコされ、王座を失った。1979年12月8日、ベートをクルーザー級に上げ、マービン・カメルと同級初代王座を争ったが、引き分け。翌1980年3月31日、 同王座をかけ再び、カメルと戦ったが、判定負けで2階級制覇に失敗した。2008年7月29日、プーラで5ヶ月前に、肺がんの診断を受け治療中だったが死去。59歳没。27戦24勝2敗1引き分け。ありがとうございます。